割と昨日の雑談動画で、あのー、左右の話をしましたけれど、それの元のあの記事を見つけました。記事というかニュースを見つけまして、TBS ですね。えー、っと、なぜ左右男子が急増中、20代男性飲むが50%。ほんで、これによると、あのー、コンビニで左右、ペットボトルの左右を売ってるって初めて知ったわ。なんか左右113円って書いてありますね。あのー、 販売計画の約3倍売れていて、気温が上がっても売れ続け、通年販売にしてほしいという声が多く、9月から通年販売に切り替えたと、いうことらしいんですよね。ほんで、え、二日酔いの時に飲むという人も多く、金市町、歌舞伎町のコンビニでよく売れています。あの、歌舞伎町はともかく金市町なんだ。<laughs> で、まあ医学的にも良いんじゃないかとかね。 い最初に書いてあるのがね、なんかねマクドナルド、えー、と1月12日かなんかにマクドナルドでホットティーの販売が終了になったと。でこれによって SNS ではもう白湯が飲めないという声が聞かれた。どういうことかっていうと、マックのホットティーはティーバッグとお湯が別々で提供される。だからティーバッグ入れずに白湯だけ飲む人が多かったらしいと。だからそのホットティー買うって言って実際は白湯を飲んでたらしい。 いいう人がいて、だから、えー、それもあって2月下旬からなんか販売再開っていう、へぇすごいなぁ、まあ、そんな話がありましたと、まあ、ちょっとこれ見つけたんで、あのその、そ昨日の振り返りですけれど、それとは別にして、あの日本が飛ばしたロケットがあの月に着陸したってやつね、月探査機スリブってやつが、到着、あの月に 着陸してしかもその当初計画していた狙っていたところから5 5メートル東側かなんかにずれたところに着陸したという話でこれがだからあのピンポイント着陸と呼ばれるような世界で初めてでしたっけかなんかのすごいあの高度な技術が求められることで,で本当はもっと近かったらしいですよねなんかその,その月の月面から 50メートルぐらい高さ50メートルぐらいのところまでは誤差3メートルぐらいで降りてきていたけれど最後の最後にちょっとした障害が発生してちょっとずれちゃったみたいな感じでしたけれどこれすごいですよねでこのニュースを昨日我が家でなんかちょ我が家でちょっと話題になったんだけどでその時になんかその僕と僕以外に家族の中に何人かいる男性チームは なんかすげえ興奮してうおすげえなすげえなみたいな感じで見てたんだけどで我が家にうちの相方以外に何人かいるその女性チームはなんかそんなに食いついてなくてでこれ何かなっていうでも結局これって何て言うのかなもしかすると作られた、えー、作られたこう先入観というか偏見みたいなものかもしれないけれど ど,どうしてなんでしょうねこの男性と女性で食いつくものが違うっていうことが起こりうるっていうかいやだから昨日ちょっとその家の中でそこの辺の話になったんですよなったんだけどあの女性でもこのニュースに食いつく人はいるだろうとだけどこういうことを言うこと自体がすでに偏見かもしれないけれどでも 女性でも食いつく人はいるだろうと。だけど、女性で食いつく人はそんなに多くなさそうな気がするって僕言ったんだけど、どうなんすかねで、なんか、あの、これちょっと調べたんですよね。自分なりに調べてみて。でも、もしかするとそれって、こう、本人が、そういう、なんていうのかな。自然にそうなったのではなく、結局、親の、 親の何て言うのかな親の育て方による部分もあるんじゃないかなっていう。例えば、えっ、ー、と、ちょっとあるところに書いてあったのは、例えば、小さいうちに、女の子はおままごととかお人形さん遊びをする。で、男の子は、まあ、プラモデルとかミニカーとか積み木とかブロックみたいなことをすると。でも、子供自身はさ、 それを自分では買えないわけで、特に初期の頃なんて買えないわけで、親から、まあ、もらうわけじゃない。つまり、親が、この子は女の子だから、人形さんが好きだろう、と思ってあげてる部分ってないかな。だから、親の育て方によって、その辺に差が出るんじゃない偏りが出るんじゃないってちょっと思ったかな。だから、まあ、我が家は、まあ、これから先、その、 子育てっていうことではなくて、まあ、あのー、なんていうのあの、孫みたいな時でしょうけれども、あの、あ、これは、あの、これ初めて言ったけど、我が家に、ま、僕から見て孫はいません。これは今日、今初めて言ったけど、そういう孫みたいな時に、そういう、なんていうのかな、試しに両方、 えてみててててみみどううなななるかかかって見てみたいそそれそのなんていうのかなじいちゃんがやっちゃいけない実験,実験なんだけど、それはあの、ね、それはやっぱり直接のお父さんお母さんが考えることだから、そのじいさんばあさんがそこにその、何て言うのかな、あのー、自分の興味本位でやっちゃいけない実験かもしれないけど、ちょっと関心あるな。その育て方によってそうなるんじゃないかなっていう、なんかちょっと気はちょっとしたかな。 まあでも、あの、本当にこの JAXA っていうんですかね、の技術力は高いと思いますよね。なんかすごい自分たちはギリギリの合格点60点とか評価したらしいですけど、いや、もっとつけていいんじゃないかなって気もちょっとしましたけどね。僕は結構興奮したニュースでしたね。ほんじゃまた。